はい、今日はね、才木投手が先発ということで、まあ、今年ね、ちょっとね、トライバーは才木投手はね、まあ、オールスターに出るぐらいの、もう大ブレイクを、前半戦でね、してしまうんじゃないかと予想してるんですけど、ちょっと今日ね、完封もしくは無失点だったら、才木投手のね、ユニフォーム、もう買いたいと思います。なんで今日才木投手ね、頑張ってください。では、そうやろ。マジか。才木からホームラン。マジで才木からホームラン。センターホームランやろー、先制ツーラン打つかねー。才木から、そう、びっくりしすぎてなんか、才木からホームラン。今年の才木から無失点やったら、ユニフォーム買おうって言ったんやけどな。これまたフラグが発動してしまいましたかね。キリ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 、どうだどうだ、いやー、やばいぞこれ。平えぐいてー。今までな、阪神戦であんま当たってこなかったけどな。もう、巨人戦だけ投げとけ、平は。阪神戦で投げるなよ。読売に木は置いとったらええねん。あと、スワローズ戦投げてくれ、平は。このカップヌードル、醤油はね、もう、いつ食べても美味しいですね、これは。カップラーメン界の中でこれ、量とか抜きにしたら一番日本人に、好まれてる商品ですよね、これ間違いなくね。量とかコスパとか考えずにね。トライマーが一番好きなカップ麺は、ごつ盛りだけど、カップヌードルがごつ盛りと同じぐらいの量あったら、こっち買うもんな、絶対。うん。うますぎる。ホームラン、ホームラン、おー、エヴァー、持ってこーい、うわー、行ったんちゃう、行ったライナー、ライナー、いやいやいやー、おー、エヴァー、神やー、よーし、よし、第1号、やはり、やはりハマったー、おー、エヴァー、よしき、やはり本拠地ハマったで、ホームラン、バザーイ、バザーイ、大山祐介にとってはまだ本拠地やぞ。さあ、そう、それいけいけ、かける一輪、それいけいけ、おー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 、走っとよし、フレー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 、バザーイバザーイ、これはいったぞ、これは。虎の4番に一発が出ました。さあ、大山が打点を挙げた日は、阪神勝てるんじゃなかったっけ確か。これあるぞ、逆転勝ち。あります、逆転勝ち。初戦でも見せてくれた平凡なフライを見せてくれ。でも、桑原選手になんか右打ちをするような雰囲気はないやん。ベイスターズらしい強行突破ですかね。だったらもうサードゴロゲッツーとかでもいいけどな。さあ、行き、行け、行け、さあ、行き、おしょ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 、行け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 、はい、ゲッツー、よいしょー、よー、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、やっぱね、こういうボタンの桑原選手はゲッツーとかランナー進められないよね。簡単にやっぱね、やってくれますよ、彼は。バントの方がね、やっぱ嫌ですね。DNA のやっぱ強行突破っていうのは、ちょっと裏面出るパターンもあるよね、やっぱね。だってワンアウト2、3塁でこの関根の方が絶対嫌やった。さあ、いき、あー、高い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 、うわあ、おー、危ねえ、危ない、高いですよー、才木さん。あー、ここは、桑原くん、またお願いします。平凡な外野フライか、ゲッツーか。レッツゴー、才木、レレ、アイドゥレレ、才木ヒーローと、はい、来たー、ナイス、ナイスフライです。来た、いやー、当てます。平凡なフライ当てます。当てます。いやー、ガチ助かってるわ、この、桑原さんには。この3連戦、いやー、まあ、3連戦というか2試合か。ほんまに助かってます。才木さん、踏ん張ってくれ。はい、来たー、完璧、よっしゃー、やれー、ナイス才木、ヨーウォー、これはまだあるぞ、安心。逆転があるぞ、これ。ドレーシェルドン、よっしゃ、よっしゃー、ノイジエグいぞ、マジで。Go to victory! サムズの再来というか、サムズ語やろ、これもう。マートンの再来か、これ。エグいなぁ。弾き返せ。あ、あー、うそやろ、今。走れ、滑り込めー、おいー、ゲッツはないやろ、なんでやねー、ホーガンの後にゲッツはないやろ、はぁ、あ、
何をやっとんねよ、おい。輝け、打て。よーし、ナイスヒット。よーし、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 よし、よし。あ、二塁いけるじゃん、二塁。いける、二塁いけ、二塁いけ。よーし、ナイスヒット、いけ。いいぞ、いいぞ、テール、テール、テール、いいぞ、いいぞ、テール。オッケー、オッケー。ちょっとずつ戻ってきたんじゃない？今もあって低めのボールはないでしょ。それをね、やっぱヒットにできた、長打にできたっていうのは、戻ってきたんじゃないですか、ちょっとずつ。あとね、打球が上がるのをね、待ちましょう。チャンスが振り抜けが止まって、おー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 、いやー、三球三振だよー。あーあーはい、OK! 完璧、甘い調子ね。今日はまあ、本調子じゃなかったのかな。ボールがちょっとね、高めにね、上ずったりとかしてる部分もあって。はい、いつも言うね、三振の数とかね、少なかったんですけど、それでもね、やっぱり調子悪い時でも2点に。結局、牧選手のツーランホームラン、あれだけなんで、やっぱその調子悪い時でもこのピッチング、やっぱね、点数王が取られないと。いうことなんで、これはね、もう、阪神タイガースのもうエースですよ。はい。青柳さんに次ぐエース、ダブルエースですね。こうしたらもう青柳、再起の2枚看板ですね。これは本当にね、もうオールスターに出れるぐらいの本当に実力を持ってきてます。はい。マジで今年は本当に出ると思いますよ。本当に前半戦のね、MVP ぐらいの活躍を行くんじゃないかと、阪神タイガースの。まあ、こっからね、8回の表にね、阪神が勝ち越せば、再表集に、勝ち投手の権利行くんでね、首位を守り切って、最強賞もね、勝ち星も掴み取りましょう。切り止め、よーし、行け、走れ走れ走れどころ次、行かねー。どうだどうだこれは。いやー。飛ばせー、なでーよー。よしよ、あーあーあー代打3連発見逃す。お母さん杯の代打3連発見逃す。いやー、これは、まあ、でもな、山崎康明やったら、ワンチャンあるからな。阪神戦はワンチャンあるからな、山崎康明は。打て走れ、カノー。よ、あれやー、抜けろ、よっしゃ、いやー、負けー、負けー、これファインプレーだけど、マキシュー、ゴートゥエービクトリー、同点ホームランシェルトン、横浜トーステロー、あー落ちるか落ちるか落ちるんじゃん、なんでやれーかーハマスタジオ連敗だよかーそう、なんでや、なんでそうなんねん、もういつからハマスタ肝になったんや。なんで山田ですの応援歌流れてんねん、そしてこれ山田ですの応援歌ないやろ。